今回はちょっとだけ鉄道旅動画ということで、おすすめスポットを紹介したいと思います。一緒に行ったのは旅好き仲間でもあり、もう鉄道好き仲間なんじゃないかなとも思う桜井美沙ちゃんです。前日から宿に泊まって酒を飲み、その後伊香保温泉を楽しんじゃいました。天気に恵まれ、とっても暑かったのでラムネが本当に染みました。そこから行った場所というと、すごい、え、超ラッキーじゃない、月に2回でしかも人がいない、なんか人の匂いする、ね、匂いフェイス、匂いフェイス、え、すごい、前来た時さダメだったよね、入れなかった、あ、びっくりした、ちょっと待って、やめてよ、もう一回優しく鳴らして、もう一回じゃあ鳴らしてみて、え、これ鳴らして、鳴らしていいの、分かんない、鳴らしちゃった、ここやるだけいいですよ、はい、どうぞ、鳴っちゃうの、このぐらいの、ね、おはようございます、おはようございます、そのわけで私たちは今伊香保温泉に来ております。そんなわけでここは何でした、車内、そう、人事電車の中におります。月にね2回だけね、今教えていただいた、そうそう、入れますよっていう感じだった。月に1回って、しかも9時半から3時とか6時間ぐらい、そうそうそう、この特別のところに来れてラッキーですね、ラッキー、イエーイ、じゃあもうちょっと見ていきたいと思います。すごい、イエーイ、誰もいないの、すごいね。明治43年から昭和31年まで、渋川と伊香保の間にはこの路面電車が走っていました。地元の人にも大変愛されていたみたいです。その様子が写真で展示されていました。こちらは実際に軌道があった場所に線路を復元している様子になっています。この看板の石段街と渋川は実際にはあったところではないみたいなので創作になっております。この看板は本当にあったものを再現していました。公園内はお花がとても綺麗に咲いています。そして歌も書かれてました。そんなわけで、伊香保温泉の入り口にある峠公園は私にとっての鉄道おすすめスポットでした。みんなもぜひ遊びに行ってみてくださいね。